ブバールとペキュシェ総合、ブバールとペキュシェは、ギュスターブ・フロベールの長編小説。ブバールとペキュシェという友人二人組が、自ら知的であることを誇って、自然科学から文学まで神羅万章の研究に着手するが、すべてが中途半端な失敗に終わる。渦漏れたザイア・インテリの滑稽さが、徹底的に疑画化される物語で、フロベールの死によって未完に終わり、 1881年に遺作として刊行された。ブバールとペキュシェはどちらも独身の社事性である。二人はパリのブールドン通りのベンチで偶然知り合い、すぐに意気投合して無二の親友となる。ある日ブバールのおじが死んだことにより多額の遺産が入り込み、ブバールはペキュシェを誘って田舎に移り住んでイン遁ン生活を始める。 二人はまず農業に着手し果樹栽培に乗り出すが、書物だけに基づく知識は不十分で大きな損害を被る。科学的知識が欠けていることを痛感した二人は、科学や文学の勉強に没頭し、さらに文学、進学と次々に対象を広げてゆくが、どれも正当的な訓練を受けず、書物を読みかじっただけの研究で失敗ばかりが相次ぐ。 しかし二人は共に知的であることを誇って、社会の無チぶりを嘲笑し続ける。そんな中で彼らは二人の男女の孤児を引き取ることになり、教育書を紐解きながら彼らに、まともな知識を植え付けようとする。しかし子供二人は、勉強を受け付けず、最後には、裁判によって孤児は取り上げられることになる。二人はあらゆるものから裏切られ、自分たちの研究がことごとく表面的なものに、 過ぎなかったこと、知的と信じてきた読書癖が劣等感から来る、俗悪なスノップ趣味に過ぎなかったことをついに悟るが、その時二人は、すでに裁判年に差し掛かっていた。ありがとうございます。